はい、皆さんこんにちは、及川奈緒です。今回のなおチャンネルはまだまだ福岡編でございます福岡滞在3日目になりますが、はい、今日何するかは私何も知りません。お、はい、そして空力さんです。よろしくお願いします、よろしくお願いしますよろしくお願いします3日目ですね。昨日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかちょっと声ガラガラですね。そうですね、ちょっとあの口開けたまま寝てしまったっていう、はい、気抜いてましたね、はい、失礼いたしました。本当によろしくお願いします。今日もね、はい、今日何するんですかね。今日はね、はい、こちら小島ビッグカメラ、はい、八幡店さんに来ておりますが、はい、なんとですね、小島さんもね、あの全国各地でいろいろ常設コースがあります。そうなんですね、はい、でこちらの小島さんにもミニ四駆コース常設であるんですが、うんうん、昨日いろんなミニ四駆 YouTuber の方参加されてましたよね、はい、で、まあ、そこでちょっと改めまして、うん、ミニ四駆対決なるものをね、はい、各チャンネルとできたらいいかなと思って、昨日はガチガチでしたけども、はい、まあ、今回は素組み対決しようかなと。へー、はい、もちろんね、そうミニ四駆も売ってますので。そっか、はい、今からミニ四駆各 YouTuber 選んで、そして組み立てて、それをなおさんと勝負、はい、素組みだったら私をやったこといっぱいありますから負けないかもしれないですね。いやでも何を選ぶかちょっとあ、そうか、何を選ぶかだけど、でもだってほらいろんなパーツは交換しちゃいけないわけでしょ。そうです、皆さんもキットに入っているものだけですね。そうですよね、はい、皆さんもですよね。そうです、同じ条件なんで、同じ条件ですよね、はい、自信が湧いてますよねいやいや、だって素組みだもん皆さんも素組みならなんか一緒だもん。 すごいですね、もうなんかちょっと気持ちで押されてる感じしますけども負けたくなくなってきたんですね、はい、だんだんね。頑張ります。じゃあぜひぜひ、はい、コラボということでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ店内にやってまいりました。たくさんの YouTuber さんたちが残ってくれてますね、嬉しい。いやー何選ぶんだろう皆さん。いや私今まで2種類しか作ったことないんですよ。4台なんですよね。だから新しいのにチャレンジしたいかなっていうのがあるけど、でも何が早いのか、このコースは何が向いてるのかとか、そういうのないんで、ちょっといいの見つけたいと思います。頑張ります。エンペラーって私一番最初に触ったミニ四駆エンペラーだったから、っていうか作るのも急がないと、皆さん多分早いでしょ、急いで作んないと。私もエンペラー、ライズエンペラーっていうのがある。これでいいんじゃない。これ作ってて思いました。あのね、ダンシングディバインドールとすごい似てる。基本ベースがね、ほら、ね、作り方なんか覚えてるから、なんかあ、分かる分かる、ここはこれですよっていうのが結構ポンポンいけるようになってきました。はい。さあ、マシン完成しましたけども、第一戦目は。さやかさんです。こんにちは、 FT さやかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さやかさんがまず初戦ということで女性対決ですね、はい、さやかさんどうですか、マシンどんな感じの。これイグニシオンっていう、はい、MA シャーシのマシンなんですけど、はい、あの最近出たやつらしくて、ちょっと新しいとこ攻めてみました。すごいかっこいいです。この黒い、これここかっこいいです。このホイールが人気のあるホイールなんですよ、ね、いいなー。で、あの言うて私もそんなにミニ四駆歴長くないので、はい、あの初心者に優しい MA シャーシっていうシャーシで来ました。 MA シャーシなんです、はい、私も MA シャーシなんですよね。 MA 対決ってことですよね。そういうことなんですよねどうなるかな。ちょっとね、コースは今 こんな感じなんですね。まあかなりいろんな波があるんですけれども、はい、乾燥できるんですかね。わかんないです。気持ちでどうにかならないですかねいければいいなと思いますではまず初戦、さやかさんとお願いしたいと思います。お願いします。お願いします。さあでは私は1コースの固定だそうです。はい、はい、でさやかさんが2コースでお願いします。2コース、はい、わかりました。はい、うわドキドキしますね。はい、うわすごい。じゃあ こうやって持てばいいんですね。そうですね。はい、いきますね。はい、じゃあ私からやっちゃっていいですか。はい、では、席をスタンバイ、レディー、ゴー。大丈夫大丈夫。あ、でもすごいすごい。あ、でもなおさんのが速い。走ってる走ってる、ちゃんと走ってる。コースアウト今のところ。おしない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 。危ない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 。おお。あ、ああ、あ、私ひっくり返っちゃった。やった。勝利です。やったー。 YouTuber として今威厳を守りました。私は勝利します。さ
画でした。やったー、ありがとうございます。勝利、わすごい、めっちゃホッとしてます今。お疲れ様でした。ありがとうございます。さやかさんでした。ありがとうございました。さあ、第2戦目はこちらの方、こたつさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、どうですか、どうでした、涼みとかやりますか。ちょこちょこ、はい。本当ですか。はい、お店でもあったりするので、そういう大会とかも行ったりしますね。あ、ミニ四駆歴はちなみにどのぐらいですか。僕は、子供の頃やってたんですけど、復帰して、はい、1年いかないぐらいですかね。あ、意外とそうなんですね。はい。あ、でも慣れてらっしゃるかと思いきや、意外とそこまでまだね、長いわけではないんですね。そうですね。はい、じゃあ今回のマシンご紹介ください。はい、僕が買ったマシンはこっちです。え、ね、かわいいの選びましたね。これなんていうマシンなんですか。エレファントレーサーって書いてあるけど、一応その箱にはミニ四駆ゾウさんっていう、そのまんまです。かわいいです。かわいい、ホイールめっちゃかわいいし。そうです ね、なんかね、いや、なんかすごい可愛いけど、きっと強いんでしょうね。そうですね、それは走らせてみてからのお楽しみということで、はい、じゃあ、いきます。はい、準備 OK ですね。 OK です。はい、では、3、2、1、レディーゴー。間違えた。いけ。レディーゴーでいいのか。あー、吹っ飛んだ、吹っ飛んだ。もうドライブしてるだけですからね、ゾウさんが。さあ、こらさん、さすがでしたね、ゾウさん。ゾウさん頑張ってくれましたね。やっぱり強い。スタートの掛け声がまだ不慣れなんですけど。あ、いえいえ、レディーゴーでいいんですね。レディーゴーでいいです。あ、でいいですね。はい、3、2、1って言っちゃったんで。レディーゴーのタイミング間違えちゃった。すいません、失礼します。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございました。ありがとうございました。こたつさんの勝利でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、では第3戦目になります。こちらです、竹尾さんです。竹尾チャンネル、竹尾と申します。よろしくお願いいたします。もう、まあ、もう私の師匠のうちの一人ですよ。いやいやいや、本当に、ね、あの、昨日とありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。本当にね、成長具合がすごい。びっくりしてます。教え方が優しいから、隣にずっといてくださるから。そう、もういつの間にか、そんなこと覚えたんですか。いやいや、もう優しいの。優しく褒めてくれて伸ばしてくれるんですよ。もう素晴らしい、もうクロードレーサーに進化します。いやいや、そしてありがとうございます。竹尾さんです。そんな竹尾さんですが、今回のマシンご紹介ください。こちらです。はい、ヒートエッジ。いや、めっちゃ強そう。なんか、はい、あの MA シャーシっていうのがね、これ比較的、まあ、2014年ぐらいで出たシャーシなんですけど、はい、まあ、その2番目に出たシャーシがマシンかな、はい、になります。へー、ただ、そうです。ただレーシング仕様のね、かっこいいですね。すごい、このシールがめちゃめちゃかっこいいですね。かっこいいんですよ。第3戦目です。竹尾さん、よろしくお願いします。負けませんよ、お願いします。はい、頑張ります。お願いします。よっしゃよっしゃ、いくぞ、いくぞ、レディーゴー。はい、あ、いいスタート。あーあーあーあ、生き返った、生き返った、生き返ってますね。生き返った。俺の遅い。おーおー、俺の遅い。あ、スピードでは勝ってるけど、ちょっと早すぎません。スピードでは勝ってるけど、すいません。あー、回転しちゃって逆走しちゃった。ダメじゃん、逆走はダメだよ。吹っ飛んでったよ。逆走じゃない、何やってんのよ。もう師匠、私のエンペラ全然言うこと聞かない。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱり楽しかったね。楽しかったですね。レースは楽しいです。そうですね、みんな同じ状況です。わかりました、ね、頑張ります、はい、また次もありがとうございました。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 はい、ありがとうございます。さあ、4戦目になりましたね。後半戦でございます。まだ1勝もできておりませんよ。こっから頑張んないと。ということで、4戦目のお相手はカンパチ連合さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、いや、もうドンさんのライブめちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございます。久々に飛び跳ねました。ここはもう勝負ですから、はい、そうですね、もう楽しいだけじゃない、勝負、勝ちに行きますから。はい、僕らも勝ちに行きます。もちろん、はい、いやでも勝ちに行きます。いや、強いんだもん。強いんだもん、この人たちも。やだ。で、今回なんですけど、はい、選んだマシンご紹介ください。はい、ビッグスパイダーっていうマシンなんですけど、これは、うん、あのアニメで敵のマシンなんですけど、はい、2人とも思い出がある、マシンだったんですけど、めっちゃかっこいい。これ、かっこいいです。ゾウさんのためのマシンですよね。やったら嬉しい。やったら嬉しい。これくらいぴったり似合ってて、これ本当にここで買いました。あれ、1個だけあったんですよ。1個だけありました。え、持ってきたんじゃないですかね。本当に偉すぎちゃったんだ。じゃあ、さすがです。よかったよ。もうね、ご縁があったんでしょうね。はい、じゃあ、こちらの
まあ、マシンと私のエンペラーで戦いたいと思います。お願いします。どうぞよろしくお願いします。オッケーですね。はい、大丈夫です。はい、ではスタンバイお願いします。わー、初対戦任せて任せて。お願いします。ではいきます。レディーゴーでいきます。はい、せーの、レディーゴー。おー、頑張れー。おっ、いけ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 、あー、耐えた、いける、いけるぞ、いけるぞ、どうして全然いけないんだけど。やばい、やばい、待て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 、いや、でも見たい、見たい、見たい、こここここここ、安定感、安定感ないです、安定感ないです、安定感ないです、違う違う、これちょっとね、見たいんです、完走したところまだ見てないから。これ2周目、2周目ですね、2周目ですね。え、待って、止まる、止まりそう、なんか止まりそうな感じする、止まりそうな気配がだんだん止まらない、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 登れる、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 お、最後、最後ですよ。あ、これ完走見えると思う、これ行ったね、初の、初の完走、え、待って、初、初行って、まず止まりそうやん、そう、止まりそう、最後の、最後のはずがめっちゃ遅くなってきてる、頑張れ頑張れ、めちゃくちゃ頑張れ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 、頑張れ、頑張れ、頑張れ、見事完走、すごい、すごい、かわいい。いや、4戦目ですよね、はい、4戦目も、私負けました。いや、素晴らしい。いや、でも早かった、アンパチ連合さん、やっぱすごいわ、安定感あった。安定感、ちょっと違う意味でハラハラしましたけどね。止まりそうや、止まりそう、ね、いつも思うとすごい速いから、いや、どうにか登り切って最後まで完走までしてくれて、いやー、もう取れ高バッチリでございました。ありがとうございました。もう私は全然外れません。さあ、こっからっていう気持ちでいきたいと思います。第5戦目、お相手は佐田原さんです、よろしくお願いします。どうも、佐田春 TV の佐田春です。よいしょ、よいしょ、ありがとうございます、ありがとうございます。もう今回はこちらでございます、じゃん、はい、スピンアックスマーク2ということで、スピンアックスマーク 2？ ちょっとね、ステッカーの綺麗さを見てほしいんですよね。 えステッカー貼るのうまシャーシがね、うん、みんな大好き、はいはい、MS シャーシ、あ、MS シャーシですか、へー、そうですね、3分割シャーシになってます、はい、でまあ、フレキとか流行ってるんですけど、フレキはしませんよと、んで、タイヤが小径、うんうん、24mm のノーマルタイヤになってます、はい、でローラー幅がね、ちょっと狭いですね、へー、ローラーが 16mm やったかな、ちょっと狭めのやつですね、なので、まあ、あのね、コーナーとかは、コーナーとかウェーブとか遅いと思うんですけど、はいはい、あとはあれね、二段ジャンプね、そうそう、みんなあそこ、あれあれあれね、あそこ、私が今までだいたいあの辺でダメになってます。あれね、はい、攻略の仕方あるんですよ。え、あるんですか。神に祈る。もう祈るしかない、もう祈るしかないです。そうなんですか。僕ももう話した瞬間にお願いって思うんです。そうなんだ。そう、あ、で1回目でうまくいって2回目ダメな時もあるし、あります、あります、もうね、非常にね、このブレーキステイがね、ないんですよ。ここね、斜めになった時何も当たらんのですよ。もうね、飛ぶ前提なんで、まっすぐ飛ばないから、これだ、ここだけが、まあ、ポイントかなと。なるほどね。まだ完走したのはまだお一人だけなんで、あ、ちょっと完走した人いるの、もう、はい、すごい、完走したんですよ。安定感ありましたんで。本当ですか。はい、佐田原さんもぜひ完走していただいて、はい、今日はね、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。第5戦目になります。行きましょう。お願いします。はい、レディーゴー、お願いします。よし、どうだ、お、いい勝負、あ、いい、いい勝負、いい勝負、あ、ナオさん早くない、あ、意外といいかも、あ、いけるかな、ナオさん早くない、あ、あ、あ、マジか、落ちたよ、落とした。うわー、取ってきます。はい、はい、うわー、うわー、あ、戻った。生き返った。奇跡起きたけど今。そんなことある？戻った、生き返ってる。いや、一回外出たけど。スピンアックスすご。すご。おお、すごい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 。ちょっと感想見たい。あー、おお、すごいすごい。コサウト今。この、いや、ちょっと待って。え、どうなりました？待ってる。あー、すごい、すごい、
すごいぞ、スピードもあるし、わあ、お見事、ありがとうございます。いや、じゃあさすがじゃないです、神祈ったから、あのね、飛んで、はい、一回外出てるんですよ、一回外出てこうなってこう入って、あそこでも拍手起きてたもん。神様こっちに来たっすね。ねえ、貞原さんの方に来ました。申し訳ない。いや、お見事でした。ありがとうございます。貞原さん、勝利です。はい、ありがとうございました。はい、私は5敗です。喉カラカラです。でもね、安心してください。ん、次、うん、一回勝ってます。一回勝ってる。神子織、私のちょっといいイメージのミニ四駆の方、隣にいた方です。はい、なんで俺走らす前から負ける前提なの。嘘いや、もうガチですよ、ガチですよ。今日どうですか、どうですか、どんなマシンにしたんですか。今日はね、こちらです。ディオスパーダ。え、かっこいい、はい、え、ね、なんか目みたいとこ、まあ、顔みたい、めちゃくちゃかっこいいでしょ。これもね、カンパチ連合さんが使ってたビークスパイダーと同じフルカールミニオンシリーズの、はい、中で、これね、小学校の時に発売してめちゃくちゃ欲しくて買ったんですよ、はい、で初めて2個以上買ったキットです。そうなんだ、はい、当時お小遣いを貯めて2つ以上初めて買ったのがこのディオスパーダ。うわー、思い出ですか。思い出のマシンですね。思い出のマシンですね、うん、これシャーシは、シャーシは AR シャーシですね。 AR シャーシ、はい、あ、本当だですね、はい、もうじゃあもう思い出もあるし、どんな走りするかはもう分かってらっしゃるんですね。もうそうですね、この子が、うん、もうウィーニングランがすでに見えます。もうそうか、はい、慣れたもんですか。では、じゃあ僕が言いますね。はい、はい、慣れてる空気さんにお願いします。行きましょう、はい、レディーゴー。お願いします。今度こそディオスパーダ頑張ってよ。頑張れ、めちゃくちゃ速くないか。安定してる、めっちゃ安定してる。あ、頑張れ、いけ、2周目いけた、ディオスパーダも2周目。ディオスパーダが抜いていく。うわ、止まっちゃった。残っているのはディオスパーダ。うわー、赤い先行ディオスパーダが残っている。うわ、いや、これ行くな、行くな。うわ、安定感ある。安定ですよ、やっぱ思い出が詰まってますから。本当だ、思い出だ、これ。いや、思い出はなかなかこれ負けないですからね。もう本当だ。いやー、なんか安心して見てられますもん ね。風感じますよね。風感じますよね。風感じますよ、めちゃくちゃ。うわ、すごい。さあ、そして、うわ、すごい。はい、お見事です。第6戦目は空力さんの勝利です。はい、6敗です。楽しい、なんか負けてもね、走ってくれてる姿を見るだけで楽しい。それはね、だから最後勝ち負けよりも完走を目指したい、まずはね。ということで、最後の最後、大ボスこの方です。白子さん来てくださいました。ありがとうございます。白子さんチャンピオンでございます。はい、ありがとうございます。いや、素晴らしかったですね、昨日。本当に今回白子さん、どんなマシンでしょうか。今回ベルクカイザーって言って、はい、アニメに登場してくるミニ四駆を選ばせてもらいました。へえ、はい、これなんか左右非対称で面白い形ですね。そうですね、これ珍しい。これの反対向きのやつもあるんですよ。へえ、2台で走ったりするんですけど、アニメの中では。これバランス、こっちの方がやっぱ重たそうに見える。そんなことがないんですか。バランスは、うん、考えてないです。あ、そうなんですか。もうデザインの、デザインのやつなんで、はい、これあんまりないですよね、左右非対称ってね、はい、なんかすごいかっこいい男らしい感じの、はい、ありがとうございます。チャンピオンに勝てたらすごいですよね。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、最後だ、最後だ。では行きます。レディーゴー。お願いします。はい、頑張れ。やばい、なおさん早い。早すぎて心配。頑張れ。やばいぞ。頑張れ。なおさん早いぞ。お願い。頑張れ。行け。お。あ。目の前で知っていった。目の前で。ありがとう。見守って。見守りますか。はい、見守りましょう。最後まで。あ、でもほら、あ、なんかすごくなってますよ。カタ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 。なんだあれは。
んだあれは。カタ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 。横向いてこうなって。あ、そうですね。喜んじゃったのかな。そうですね。ちょっとはしゃぎすぎちゃってましたけども。そうですね。はい。いや、さすがでございましたよ。いや、私はね、結構ずっとコースアウト遠いところでしてたのが、最後近くで一番近くで見られました。ちょっと思い出になりましたこれは。これで。いやー、汗かきましたね。まあ7戦全敗でしたけども楽しい時間でした。ということで実はですね、今回一番印象に残った方にシロッコさんからプレゼントがあるということで、こちらです。はい、韓国の、ミニ四駆ですね。はい、こちらですね、なかなか多分レアなものなんだと思いますが、ナオさんが今回対戦して一番印象に残った方に差し上げてくださいということだったんで、この方々に差し上げたいと思います。ゾウさんたち、ぜひ回ってください。いいんですか、はい、いいんですか、ほんまに、まさか。いや、まあのね、このね、はい、このマシンの美しさが、いや、ゾンさんにぴったりだった。いや、本当に美しかったん で最初に感想も見せていただいたので、いや、素晴らしかったです。ぜひこちら、シロコさんからなので、はい、使ってください。ありがとうございます。はい、はい、福岡編、今回楽しかったです。ミニ四駆、やっぱいろんな YouTuber さんとこうやってご一緒する機会ってなかなかなかったんで、刺激になりましたし、で何よりミニ四駆の世界ってすごく難しいんだろうなっていうふうに、敷居が高いだろうなって思ってる人多いと思うんだけど、いや、そんなこと全然なくて、で私でさえもう本当に何も分かんなくても教えてもらったり、足りないものを、ね、分けていただいたり本当に優しい世界、優しい世界です。ぜひ皆さんもミニ四駆始めてみませんか。やってみましょうね。ということで、いや、暑い暑いぞ。ということで、またミニ四駆企画やりたいと思いますので、よろしくお願いします。では今回の動画いいなと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。そして引き続きチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんの、ね、概要欄にありますからね、ぜひチェックしてくださいね。ではまたお会いしましょう。及川奈緒でした。さようなら。